バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイ、夏休み最後の日ということでね、いろいろちょっとねハッピーな出来事をお届けしたいなと思います。最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ、よろしくお願いいたします。実はですね、ハッピーなことばかりあったこの今年の夏も、まあ今年の夏もハッピーなことばっかりだったんですけれどもね、もう夏の思い出とねテーマにすると、もうとにかくありすぎて時間がほんと30分じゃ足りないよなと、曲も流せないよなぐらいになっちゃうのでね、ちょっとね最近あった夏の思い出をお届けしたいなと思っております。その前にまず1曲目、10月22日宝山ホールコンサートを行うようこです。鹿児島県の、1500人入る鹿児島市にありますね、1500人入るホールでのワンマンライブが決定しております。そこでみんなでね一緒にねウォーウォーウォーってねやりたいなと、初めてこの曲聴いた方も簡単だから一緒に歌えるよなみたいな感じでね、楽しく右手掲げて、歌いたいなという妄想で毎日、どうですか陽子のライブいかがですか、チケット1枚みたいな感じでね宣伝しておりますので、まあとにかく皆さん沖縄からも遊びにいらしていただきたいです。では1曲目、 LIFE。声を上げて
お聴きいただきました曲は陽子でライフでした。最近ですね、新曲のためのね、いろいろネタ帳を開いておりますよ。私こういうメロディーどうかな、あこういう歌い方をしたら響かないかなとかね、いろいろとこう自分が歌いたいこと以上、自分がこうなんていうのかな、気持ちいい歌い方ではなく、聴いてくださる皆さんがどうやったらねこう心地よく聴けて、なおかつ心に嫌な感じがせずにね受け止めてもらえるかなということをね妄想しながら、メロディーは考えております。何よりも歌詞ですね。歌詞はまあ自分に偽らない感情はもちろんですけれども、私だからこそ同じこともこう表現できるよねとか、あなるほどねって、このことこういう視点で見たらこうハッピーだよねみたいな感じでね受け止めていただきたいなという思いでね歌詞も選んでおります。で、私その最近あったとってもハッピーなね出来事、夏の思い出ということでねお届けしたい一つのお話としましては、報告になるんですけれども、8月27日初めての鹿児島ハイスクールミュージックデイ2023ということでね、高校生バンドマンのためのコンテストを開催いたしました。 KKB 鹿児島放送さんのね公式アプリカプリからの生配信と一緒に8組の高校生バンドが出演してくださったんですけれども、今彼らはですね動画再生を競っております。動画再生回数ですね、1位だった方には賞金3万円という企画なんですけれども、なぜ私が動画再生回数を競うというシンプルな形にしたかと言いますと、私のね活動も含めてなんですけれども、最近アーティストが応援してもらうっていうのはやっぱり再生回数にね現れるなというのをね痛感するんですよね。だからこそ陽子はいいものを、本物でありたい、それを発信したいって思ってるんですけれども、今ね若い子たちはねやっぱり SNS との付き合い方ってすごく大事だと思うんですよ。私もね子育てしながら、子供たちが何か被害に遭わないようにと思って目を光らせてますけれども、いいところももちろんたくさんありますよね。そのいいというところをね、まあ、利用して今回は動画再生回数1位の方には賞金3万円という企画になったんですね。で何よりも昨日からこう動画再生回数をね競うことになってるんですけれども、早速ねやっぱりこう回数がね分かれていたり、あとコメント欄も分かれますね。なのでやっぱり応援してくれる人たちがいかにこうみんなのために応援してるよどうだよっていうのをねこうちゃんとチェックされてるか、つながってる、つながりますよね、いろんな形で。本当音楽って目に見えないものだからこそ、こう目に見えた形でつながるっていうのはまた素敵なことだなとも思うし、とにかく私はね彼らが27日あのセンテラス天文館の広場で奏でた熱意、これからもねどん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 学校生活を通して、そして人生を通して広まっていってほしいなと、そして精進してほしいなという思いでねこれからも応援してますので、陽子をみんなの応援してるんですけれどもね、今一度あ陽子の応援欲しいなって方遠慮なくメッセージください、 DM ください。チーム陽子でね皆様のご連絡お待ちしてますよ。ではでは、そんな熱い陽子がやっぱりねこう夏この歌を歌わせていただくと皆さんが何か考えさせられるよねって温かいメッセージをいただきます。やっぱりね世界は平和であってほしい、地球上は絶対平和で、そして宇宙でね本当ね守っていかないものといけないものはいっぱいあるよなと痛感する、そんな、夏でございました。ではお聞きください、陽子でサイ。空の淵に
いただきました曲は陽子でサイでした。皆さんはね、こう夏の思い出何かありますか？今年はですね、いろんな思い出が陽子もあるんですけれどもね、まあ一個一個上げていくとキリがないなって思ってた時に、あれ仕事ばっかりだなと思っておりました。でね、仕事ばかりの人生はね嬉しいんですけれども、最近家族でも本当音楽のね仕事をしてさせていただいてるので、なんていうのかな、こう仕事ともうオンとオフの境目をねやっぱりこう持たないといけないよなってねちょっと思ったんです。それで、まあ、ちょっとね8月も最後なので、近場でしかもすごく素敵な場所があって、じゃあキャンプに行こうということでキャンプに行きました。キャンプもね、今までと違うのはやっぱり赤ちゃん連れはね危険がいっぱいだなっていうことで、やっぱりこう一人でも大人が多い方が楽なんだなと思ってね、だから大人2人と高校生1人と赤ちゃん、もうこの組み合わせだからこそ楽しくねキャンプもできましたけれどもね、なかなかやっぱりねこう火を使ったりとかで、普通にこう走り回るっていうよりも草むらだったりとか雨が降ってるとぬかるんじゃうしね、まあそういうねあの危険性はねちょっときちんと回避しながらも、のんちゃんはすっごく成長しましてね、1歳ののんちゃん初めて靴を履いて外であんなに長距離走ったよなとかで、初めての経験といえばこけちゃったんですね、ちょこっとすりむいちゃったんですよ。本当ビビたるすりむきなんだけど、今までそんなことも人生で経験したことのないのんちゃんがね、ああちょっと膝こそが赤くなっちゃったなと、もうこの子が怪我をしないように悲しまないようにってね、今一度本当ね思いながらね、そう本当箱入り息子箱入り息子って箱入り娘ね、箱入り娘としてね育てていきたいよな気持ちはなってね、16歳のシノにも1歳ののんちゃんにもそう思うお母さんでございます。まあお父さんの意思もそんな感じなんですけれどもね、ただねやっぱりこう外で食べるご飯はやっぱり美味しいとか、あと雨が降っていてもさ、こう家族でまあね大事な人たちといるのほほんとするあの時間、本当ねかけがえないなとかね、まあ来年こそ沖縄にねみんなで行けたらいいのになと思っております。うん本当にね、今年はもう水着も着てないし、来年こそね水着を着てねみんなでキャハウフフ海辺でしたいなと。だってもう2歳になればねだいぶね移動する時もね飛行機であったりとか新幹線であったりとかね、うんなんていうのかな、こう苦痛じゃなくなってくるのかなと、大変じゃなくなるのかな本人がとも思いますしね。まあ、それはさておき、まあ、夏の思い出としてそのキャンプに行きましたっていう話でございますが、キャンプの時にね朝パンをね
火でちょっと温めて、ウインナー焼いて、でチーズもちょっと温めて、でパンにウインナーとチーズを挟んで、ただそれだけのご飯がやっぱり美味しかったなっていうのがね、うん、思い出でやっぱり素材が良かったり、うん、環境とかシチュエーションかなとかがねいいとさ、やっぱりさ、あ、こんな素敵なレストランでこんな美味しいもの食べて幸せっていうのもねやっぱり大事だと思うんですよ。ただね、私はこう曲を作る上ではこういう本当シンプルなものを、なんかこうなんていうの、人間力が必要な感じで調理したものをね、だって簡単に火なんて起こせませんからね、炭に火つけるのも一苦労ですからね、そういうのをして、でなおかつこう自然に囲まれて包まれて食べるっていうね、あ、生きてるなみたいなね感じ、あっちってね、そうみんな自分の力で作ってるんだよなって、でしかもこうね、他の人の命をいただいて血が作られるから本当ありがとうっていうのはさ、まあ、幼稚園ぐらいからそういう教育はみんな受けると思うんですよ、絵本を見てね。そうなんだけど、お母さんをしてるとさ、やっぱりおっぱいをあげていたりするのもやっぱり血液だったり、そしてお肉をね焼いて食べてってするのもやっぱりね命だしとか、最近すごくねそういうことをねちょっと、まあ、曲を作っているからこそなのかもしれないですよ。常日頃そういうことばかり考えてないんだけれども、あ、本当に生きているってことは尊いなって、で私たちはね、まあ、一応仮想という風にねこの体はなってしまいますけれども、でもそうじゃない命っていうのもいっぱいあって、その命をね本当にいただきながら生きていられるってありがたいような感謝だなってね思いましたね。なぜか今回のキャンプでは特にね、っていうのもねこうやっぱりこう虫とかをさ、まあ、安易に殺しちゃいけないんだけれどもさ、はあ、もう虫に噛まれた、困ったなみたいなね時とかあると、まあそうだよ、このね命みんな共存だからなと思いながら虫に刺されたりとかしておりましたけれどもね、まあとにかく今年の夏は特にこう命について考えさせられる機会が増えましたが、そんな陽子がね最後にお届けします山をテーマにね皆さんと一緒に作った楽曲になります。登山体操なんですけれども、とにかく山にね簡単な格好で登るものでありませんよって、きちんとした山登りの格好で、そして柔軟に、十分にか柔軟をして、そして 何よりも、もう山をね甘く見てはいけませんよって、きちんと自分の命を大事に楽しく登山をしてくださいねという注意喚起のもと生まれた登山体操がございます。 KKB 鹿児島放送さんと金谷体育大学の登山第一人者でしたね、山本教授たちが作られた、プロジェクトの楽曲になります。ハピネスお聴きください。
バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛にお願いいたします。鹿児島はですね、延期になりました。9月10月、このもう2ヶ月はね、国体色に染まりますね。皆さん国体いろんな競技ありますけれども、この競技見てみたいとか、この競技ねぜひ足運んでほしいとかね、いろんな思いでね関わっていらっしゃると思います。私もねステージ盛り上げるためにというお話もねいただいておりますので、ぜひ SNS でアップしていきたいと思いますのでね、会いにいらしてください。そして一緒に国体盛り上げましょう。そして10月22日は陽子の宝山ホールコンサートに沖縄からも全国から遊びにいらしてください。お願いいたします。でね、陽子、新曲を制作しております。素晴らしいピアニストさんにね演奏いただく予定でございます。仮タイトル、ママの歌、陽子の、一番今まで作りたかった曲をね、私が大好きな形で、届けるもうなんで噛むの、もうほんとさ、思いが込みすぎて噛むというね、陽子のね大事な一曲がまた増える、そして本当に届けたい形でね届けられるようにと今ね絶賛もがいておりますのでね、よく頑張れとエールください、お願いいたします。そしてセンテラス天文館公認ストリートライブシンガーとして9月以降も歌わせていただきますよ。ぜひ皆さん天文館にお越しの際はよく歌ってないかしらと覗いてください。 DM や、ストーリーズとかでもねいろいろアップしておりますので、ぜひよくチェックお願いいたします。ではでは皆さん、この後はひふみずバーでございます。この夏の思い出、陽子ね今とにかくねもう歌詞を書いてる時にはね、あの頭の中がまとまらないっていうのがねもういけない癖ではございますが、まあしょうがないです、私だって生きてるんでね。来週はもっともっとスマートな陽子にお会いできるはずですので、ひふみさんこの後よろしくお願いいたしますではでは1週間皆さんもめちゃくちゃハッピーにお過ごしくださいね。そう、台風もね皆さんお気をつけて被害がないことを祈ります。では一緒にバイバイハッピー。